スタートしました。レポンデアズマがポンとこうスタートを切りました。そしてその後集団の中から内をついて6番ノースヒルズ、さらには中をついて上り竜とダートに入ったところで固まりました。あと2馬身相手、内をついてフレンチモーニング、中からは菱アマゾンが4番手単独上がっていきます。あとビッグカントリーがその後方、その後3馬身ほど開きました。内をついて5番クライムペガサス、これが中段、あとはバラバラです。8番フジハミルトン大きく開きまして、加熱ハヤブサ王、そして9番マイネルトリガー、最後方4番天野志郎。第3コーナーのカーブに入りますが、前は3頭並びました。わずかに7番上り竜が先頭ですが、体半分さ外から今度は菱アマゾンが上がっていきました。あと1馬身差、内10番レポンデアズマ3番手、その後2馬身差6番ノースヒルズ4番手で第4コーナーのカーブに入ります。あとは5馬身開きました。11番のビッグカントリー以下、その後方にクライムペガサス、4コーナーカーブから直線に向きました。内で上り竜が粘りますが、その外に並んできた3番菱アマゾン、両馬並びまして、まもなく200、あとは5馬身6馬身開いている。3番手に外ノースヒルズ、あと内をついて11番ビッグカントリー、その後にレポンデアズマ遅れました。ラストスパート100、内をついた上り竜か、外の菱山アマゾン、両は全く並んだ、わずかに外菱山アマゾンか、並んで合輪。その後は5馬身ほど開きましたビッグカントリー3番手、あとは7馬身から8馬身遅れてノースヒルズ4番手という体勢でした。